はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半をちょいと回りました。8月は2日のフライデーでございますね。今日でウィークデーは終わりしまい、明日からはウィークエンドということになりますね。今日はね、日経平均が2216も下げました。時間外もですね、200、300下げてきましたね。まあ月曜日までありますから、その間で冷えるかもわかりません。ドル円はですね、148.9 みたいな、87か、今148.89 みたいなところまでいってます。この東京の下げをですね、この後のヨーロッパがどう引き継ぐかですけども、始まったようですけど、そんなでもない。ドイツはちょい下げですね。そんなに影響が出ていないですね。まあ一番影響出たのは香港。でも香港はこれ東京の影響かな。ようわからん。ニューヨークの時間外も、まあ下げ気味ではありますけどね。はい。で、韓国すごい出てるんですよ。コスダック、コスピともに。おお、ドルウォンがですね、また頑張ってます。1367と。すごいやん。もうすぐ夜の分やのに、はい、一気に押し返したという感じですね、温高に。うん、まあドルが高いですからね、ドルが安いですから、よく言い間違いね。金ね、2507ですよ。金高い、ドル安い、ウォンは高いですね。まあ合ってます、大体。さて、そのウォンの国ですけどもですね、またちょっと面白い。いや、まあまあ、リー・セイセンさん、向こう風の言い方は知りません、はい、この人出てないね、もう。昨日8月1日に JB プレスに出た記事ですね。歴代最弱のはずだった五輪選手団の大躍進で韓国人の愛国心が沸騰、釣られて反日感情も爆発中ということですね。多分在日系の方だと思うんですけど、在日って微妙な立場ですよね。多分3世4世の世界な、4世5世の世界は今よう知りませんけど、ほぼなんていうか日本の学校に行ってですね、在日同士も日本語で喋ってるわけですね、大体。で、母国語を喋れる人もいますけど、どちらかというとこう珍しいという、で、母国語もですね、ネイティブみたいに喋れませんよね。外国語として喋ってるという感じですけど、まあ、この方がどうかは知りませんけどもですね、この方のこの書き方からすると、母国語に不自由はない、在日ではなくて向こうから日本に来た一世の方かもしれませんし、まあよう分かりませんけど、歴代最弱のはずだった五輪選手団の大躍進で韓国人の愛国心が沸騰、釣られて反日感情も爆発中ということで、史上最弱の選手団と言われるものを送り出したんですね。関心が非常に低かったんですよ。低かったんですけども、開会式でですね、韓国選手団をですね、北朝鮮選手団というかアナウンスされて、ムカッとしてですね、でしかもですね、写真がボケてたんで、さらにムカッとしていたらですね、いきなりフェンシングで金メダル取って、やったーみたいになってですね、で、結構ですね、メダルいっぱい取ってるんですよ、選手団少ない割には。で、今、わーっと盛り上がってきたんですよ。で、盛り上がってきたところがですね、その、いろいろとですね、こう、彼らにとってですね、日本がみたいな材料ができてですね、それで、まあ、また反日も盛り上がってるというのがこの記事ですけどね。まあまあ、彼ららしいですね、いろんな、こう、あれがあるんですけど、あれですね、ジンさんですか、 BTS の最後ランナーとしてたんですね、ふーんっていう感じですけど、まあそれはええとして、7月28日には日本の有感富士のパリ五輪は沈みゆく韓国の象徴、もはやスポーツ強国とは言えない、日地種目だけの出場、国中が意気消沈というタイトルのコラムが韓国メディアに大々的に紹介された。これ私もネタにさせていただきましたね。そんなん、ふんだ、あかんやん韓国、気の毒にみたいな、そういうノリでしたけど、韓国メディアは口を揃えて、日本の極右マスコミが韓国を長老したと激高してみせたと。あんたらさ、そんなんさ
夕刊フジってね、ザクザクというメディアで出てるんでですね、そのそんなこんな一つだけ読んだらあかんわ、もっといっぱい読もうな。ただ夕刊フジのコラムが反日感情をが反日感情、日本語変よ、爆破するきっかけを提供したのは間違いないが、日本の主流メディアと言えないタブロイド紙、ごめんね、主流メディアではなくってタブロイド紙で夕刊フジ、僕10年もコラボ書いてきたよね、ほんまに。主流メディアちゃうわ、ごめん。タブロイド紙に掲載されたコラムの寄稿文が韓国でネットで検索しただけでも50件以上の記事で取り上げられてる。これね、ここで思ったんですけどね、いかにね、日本の記事、日本で君たち何を書かれてるのか知らないかということですね。まあ、確かにね、ザクザクってね、韓国をおちょくる記事いっぱい書くんですよ。僕も結構好きで取り上げてますけども、そんなんね、こう毎日とは言いませんけどね、何日かに1本は出てるでしょう、韓国のそういうこうダメな面をですね。今日も僕取り上げたもん、室谷克美先生のですね、これ何やったかな、深層韓国という深いにですね、そうですね、の韓国の記事取り上げましたけど、あったんちゃうの、今日もあったんちゃうの、ちょっとすぐ出てきませんけど、そんなんね、あれですよ、なんて言いますか、彼らが読みたくないような記事なんて毎日どっかに出てますよ。僕1日に十数本こうやって動画撮るんですけど、1本か2本か韓国系ですね、なんかまた変なこと言ったはんねみたいな、そういう視点のですね、記事であってですね、多い時には5本6本はネタを提供してもらってます。要は日本人の感覚から言うて、なんか変やみたいなですね、そういう感覚のものですね。だから記事は必ずあるんですよ。全部読んだらええのに。いや、発狂しますよ、そんなんしたら。自分たち散々日本に対するですね、なんか とんでもないことをいっぱい書いてるくせにですね、自分たちがちょっと事実を指摘されたらギャーってなるんでしょうね。はい、50件以上、オリンピックという愛国心が高揚しやすいスポーツイベントのさなかに韓国人の反日感情に必要以上に火をつけたと言えるだろうと。でこの後ですね、柔道の選手が決勝戦でなんか負けたのは日本のせいやとか、まあ、いつもの通りの難癖ですね。をですね、まあね、別にいいんですけど、相変わらずこういうことをですね、できることなら毎日こう読みたい記事ですけど、ザクザクはもちろんですね、産経新聞本社もですね、朝日も毎日も英語版すら出していないんちゃいますか。朝日は英語版あるんですよね。ただしそんなですね、毎日更新するとかいうノリではないんちゃいますか。産経も確か英語版ありますけど、ありましたね、あるけど、なんかその毎日更新レベルではなさそうですね。でましてやですね、ハングル版を作ってる日本の純粋な日本のメディア、僕知りません。例えば毎日新聞が英語とハングル両方やってるとかね。でも逆ですね、韓国の主要なメディアって大体日本語サイト持ってるんですよ。僕が毎日読んでいるのはですね、まず中央日報ですね。これはサムスン系と言われてますけども、私が見ている中では割と真ん中っぽいですね。で、チョソンラインっていうのは、これは私の認識ではですね、お隣さんの一番保守的なメディア、戦前からあるんですけどね、朝鮮オンラインって、朝鮮日報というの。で、もう一つはですね、ハングル、ハンギョレ。これは日本でいやですね、朝日と東京みたいな感じですね。左派系でですね、毎日のようにユン・ソンニョルさんの批判記事を出します。で、日本大嫌いっていうですね、そうですね、なんかだから反日記事を探すときにはハンギョルが一番ですね、探しやすいんですよ。で、最近はあれを盛んにやっていたんですけどね、サドキンザ、今日も出てますね、今日も出てます。
あ、今日もいっぱい出てますね。最近の反日ネタなんですね。いっぱい出てるんですけど、まあまああんまりいつも内容は薄いです。キャ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 言うてるだけですね。なんでその3つは必ず見るんですよ。あと新試合さんのブログとかね、連合ニュースとかって見るんですけど、まあ新試合さんのあるブログですけども、連合ニュースって日本では共同通信、みたいな会社なんですね。で、なんで日本語サイトを作ってくれてるのかってようわからんのですけども、あの在日の方って、今もかなり少なくなったんですよ。に、まあ、日本になんていうか国籍変更みたいなされてる方が多くって、僕の小さい頃で70万人いたんですけど、今多分 3,40 万人ではないんですかね。うんと減りました。うんと減って、その方々向けというにしてはあの分母少なすぎるでしょう。やっぱり日本人向けに日本を意識しすぎてるところがあるんでね、お隣さんって。その延長線上にあるんかなという気がしなくもないですけどね。逆にやってあげたらいいんですよ。夕刊フジの韓国系記事はみんなハングルにしてあげるとかね。発狂しますよ発狂しますよ大手町の産経新聞社襲われるかもしれへん機動隊出して守ってもらうなはい、ということでございまして、一応ですね、この JB プレス、あれ JB プレスの今のですね、どれや、今の読んだところのねページを貼っておきますね。夕刊フジのコラムにも大反発というページのコラムを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。